サイエンアドバイザーアグリンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は玉ねぎの植え付け前の注意点やポイントについてお話していきたいと思います。玉ねぎは品種や地域によっても変わりますが、およそ11月から12月の上旬にかけて苗を植え付けます。10月に入りましたので、そろそろ準備をする必要があります。 ポイントの一つ目は、植え付けの場所選びにあります。玉ねぎは、日当たりや水はけ、風通しのいい場所を選ぶようにしてください。玉ねぎは栽培期間が長く、収穫時期は雨の多い5月から7月になります。どうしても、水はけや風通しが悪くなると、ベト病やサビ病などの病気が出やすくなります。ですので、可能な限り、日当たりや水はけ、 風通しのいい場所を選んでください。そして、玉ねぎの収穫時期は品種にもよりますが、来年の5月から7月になります。秋から冬にかけては、そこまで種をまいたり、苗を植えたりしないので、畑には空いているスペースが多いと思いますが、春になると、いわゆる夏野菜の苗の植え付けなどが始まります。ですので、今のうちから春に何を作るか、配置を考えてから、 玉ねぎの植え付けの場所を選ぶようにしてください。さらに植え付ける場所はできるだけ前作にネギやニンニクなど同じ蚊が割っていた場所に植え付けないようにしてください。また以前玉ねぎを栽培したときにベトベオなどの病気が出た場所は数年は開けるようにしてください。ベトベオなどの病原菌は数年は生き残ってしまうのでしばらくは同じ場所で玉ねぎは作らない方がいいです。 これらに気をつけて植え付けの場所選びをするようにしてください。二つ目に玉ねぎは酸性土壌に弱いので、あらかじめ石灰を撒いておきます。玉ねぎの適正 pH ハは6.0から6.5です。かから石灰であれば直前でもいいですが、黒石灰の場合は2週間以上前には巻き、土とよく混ぜておいてください。 三つ目のポイントとして、肥料はリン酸を多く含むものを使います。肥料養分には窒素、リン酸、カリウムなどの三大栄養素がありますが、玉ねぎはその中でも特にリン酸が必要となってきます。リン酸をしっかり入れることで耐寒性が増します。その他、肥大が良くなり大きな玉ねぎを収穫することができます。 私たちの場合、リン酸を多く含む、慶風やぼかしを使用しています。玉ねぎの土作りに関しては、以前動画配信しておりますので、興味のある方は、ぜひそちらも参考にしてみてください。四つ目のポイントとして、ポリマルチを使用します。玉ねぎはポリマルチを使用しなくても栽培できますが、ポリマルチを張ることによって多くのメリットがあります。 マルチを貼ることによって、冬の間、霜で苗が浮くのを防ぐ効果があります。さらには雑草を抑えたり、ドラハネによる病気のリスクを減らす効果もあります。ポリマルチは必ず使わなければいけないものではありませんが、家庭菜園などでは特にお勧めします。5つ目のポイントとして、苗を育てている方は、育病期間中、2、3週間に1回、かき氷石灰を巻くようにしてみてください。 こちらは以前の動画でも話しましたが、育病期間中、どうしても苗立ち枯れ病という病気が出ることがあります。苗立ち枯れ病は高温立ちの条件で多発するので、特に今年は要注意です。病気が出る前から2、3週間に1回、定期的にカイカル石灰を上から巻くようにしてみてください。他の石灰でも代用できますが、カイカル石灰であれば上からパラパラと巻いていただいて大丈夫です。 こちらは9月の中旬に種をまいたネオアースになります。育業箱にばらまきをしました。すでに一度、2週間前にカイカラ石灰をまいてあります。実際にカイカラ石灰をまいていきます。 このような感じで2、3週間に1回定期的に巻いていきます。病気が出る前から予防的に定期的に巻くのがポイントです。最後になりますが、6つ目は苗選びです。苗を育てていない方は、事前に苗を購入しておく必要があります。今の時期、ホームセンターなどに行きますと、玉ねぎの苗が販売しています。 その時のポイントとして、一つは品種選びがあります。一言で玉ねぎの苗といっても、いろいろな品種、特徴があります。例えば、少しでも早く収穫したい方は、和瀬種のソニックなどがおすすめです。ソニックであれば、来年の5月には収穫できます。ただ、ソニックなどの和瀬種は、みずみずしく甘くて美味しいのですが、保存には向いていませんので、ご注意ください。 収穫してからそこまで保存できなくてもいい方は中手種のターボや跡などがおすすめです。収穫してから翌年の春まで貯蔵しておきたい方は中奥手種のネオアスなどがおすすめです。ご自身の用途や目的に合わせて品種を選ぶようにしてみてください。そして苗を選ぶときは苗の太さが重要になってきます。苗は一番太いところで6ミリから8ミリ。 長さで20センチから25センチ程度のものを選ぶようにしてください。玉ねぎは茎の太さが10ミリを超えると、その後の低温で到達する特性があります。ですので、あまり大苗は選ばないようにしてください。ただ逆に、あまりに小さい苗を選ぶと、その後の根付きが悪く、場合によっては下などで浮いて枯れてしまう恐れもあります。 ですので、苗を購入するときは、太すぎず細すぎず、鉛筆よりも少し細い程度の苗を選ぶようにしてみてください。今回は玉ねぎの植え付け前の注意点やポイントについてお話ししてきました。玉ねぎはおよそ11月から12月の上旬にかけて苗を植え付けます。植え付け前の準備はとても重要です。10月になりましたので、 今回の内容を参考にして準備を始めてみてください。この後、苗の植え付けなど随時動画配信する予定ですので、ぜひ継続してご覧ください。 ぜひチャンネル登録お願いします。メンバーシップではご質問にもお答えしておりますので、メンバー登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。